殿下、クヌウト殿下。ラグナル、お前生きて。これは夢なのだな、ラグナル。はい、お別れを申し上げに参りました。行くのか、僕を残して。僕一人でこんな世界で生きてゆけというのか、生きてゆけると思うのか。私めはあなた様の教育係として失格でした。あなた様をヤルルとしてではなく、ごく普通の、それこそ農民が我が子を育てるがごとくにしてまいりました。それが陛下のお望みではないと知りつつ、お許しください。何がいけないのだ。お前は父王陛下より僕自身の望みを汲んでくれた。王家になど生まれたくなかった。お前の子に、僕がお前の子に生まれていたらどんなに良かったかと。殿下、嬉しゅうございます。殿下、行かないで。お前が好きなんだ。失って知ることがございます。あなた様はすでにお気づきでしょう。ラグナル、私めのことは夢でございます。待て、もはや目覚める時が来たのです。いや、ラグナル、戻れ戻れ。お健やかに、殿下。お体、痛みはございませんか。あの者たちは殿下を得ようと争っているのです。あなたは勝者のものになります。神父であろうそなた、争いを止めぬのか。止めようがありますか。死にたいものは死なせてやればよいのです。夢を見た、ラグナルの夢だ。別れを告げられた、死んでまで律儀な男だ。もうこの地上に私を愛してくれる者はいなくなった。それは大いなる悟りです。だが惜しい、ラグナル殿のあなたへの思いは愛ですか。彼はあなたの安全のために62人の善良な村人を見殺しにした。殿下、愛とは何ですか。
愛とは何か、だと。ラグナルは私を愛していなかったというのか。はい。ならば問うのは私の方だ。ラグナルに愛がないのなら、正しく愛を体現できる者はどこにいるのだ。そこにいますよ。ほら。彼は死んで、どんな聖者よりも美しくなった。愛そのものと言っていい。彼はもはや憎むことも奪うこともしません。彼はこのままここに打ち捨てられ、その肉を獣や虫に惜しみなく与えるでしょう。雨風にさらされるがまま、それで一言半句の文句も言いません。死は人間を完成させるのです。愛の本質が死だというのか。はい。ならば親が子を、夫婦が互いを、ラグナルが私を大切に思う気持ちは一体何だ。差別です。王にへつらい奴隷に鞭打つことと大して変わりません。ラグナル殿にとって王子殿下は他の誰よりも大切な人だったのです。おそらく彼自身の命よりも。彼のあなたに対する心弱い思いは差別です。そうか、分かってきた。まるで霧が晴れていくようだ。分かってきた。この雪が愛なのだな。そうです。あの空が、あの太陽が、吹きゆく風が、木々が、山々が、なのに、なんということだ。世界が、神の御業がこんなにも美しいというのに、人間の心には愛がないのか。私たちがこのような生き物になってしまったのは、遠い祖先が神に背き、罪を犯したせいだと言われています。私たちは楽園から追放されたのです。